花田清輝論、坂口安吾。花田清輝の名は、読者は知らないに相違ない。なぜなら、新人発掘が商売の、編集者諸君の大部分が知らなかったからである。知らないのは無理がないので、花田清輝がものを書いていた頃は、彼らはみんな戦争に行っていたのだから。私は雑誌は滅多に読まない性分だから、新人などについて、 何も知らず差し入れ口のできないのが当然なのだが戦争中現代文学という同人雑誌に加わっていたので平野健、佐々木喜一新正人本田修吾などという評論家を知っていたみんな同人だったからださもなければこれら親衛評論家についてその仕事についておおむね無知のはずであった。 福田ツネアリなどという優れた評論家についても、一ヶ月前までは名前すら知らなかった。たまたま某雑誌の編集者が彼の原稿を持ってきて、僕にこの原稿の反駁をかけという。読んでみると、僕をめちゃくちゃにやっつけている文章なのだ。けれども、腹が立たなかった。論者の生き方に筋が通っているのだから。それに僕は人にやっつけられて腹を立てることは少ない。 編集者諸君は、僕が怒りんぼで、やっつけられると大憤慨。何を書くか知れないと考えているようだけれども、大間違いです。僕自身は尊敬し、愛する人のみしかやっつけない。僕が今までやっつけた大部分は、小林秀夫についてです。僕は小林を尊敬している。尊敬するとは、争うことです。花田清照は、現代文学の同人ではないが、 時々書いていたいずれも立派な仕事であった小説家にはダザイオサムという最人があるがいわば花田清照は評論家のそういうタイプでダンディーで最人だ小説だとまだ読者にはわかるけれども評論となるとなかなかわからないもので例えばポーのユーレが日本に現れても読者の大部分は相手にしないに相違ない 花田清輝はそういう評論家です。今度、画館者というところから、復興期の精神という本を出した。真面目で、粋で、類の少ない名著なのだが、僕はしかし、読者の多くは、ここに花田清輝のファンタジーを見るのみで、彼の優れた生き方を見落としてしまうのではないかと恐れる。彼の思想が、 その誠実な生き方に裏書きされていることを読み落とすのではないかと想像するこの著作には幽霊家と同じく見落とされ片隅でしか生息しえない傑作の孤独性を持っているだから花田清照の進化を見たいと思ったらもっと俗悪な仕事をさせてみることだつまり文芸辞表とか谷崎潤一郎論だとかそういう愚にもつかない仕事をやらせてみるとわかる 彼は戦争中、右翼の暴力団に襲撃されて伸びたことがあったはずだ。戦争中、影山何がし、三浦何がしと言って、根は暴力団の親分だが、自分で小説を書き始めて、作家の言論に暴力をもって圧迫を加えた。文学者の先般とは、この連中以外にはありえない。花田清照は、 この連中の作品に遠慮なく批評を加えて襲撃されて伸びたのである。この伸びた記録を現代文学へ書いたものは報復絶当の名文章で、例えば、K などという評論家が影山に叱られてペコペコと言い訳の文章を文学界中に書いていたのに比べると、まず第一に思想自体を生きている作家精神の位が違う。その次に、 教養が高すぎまたその上に困ったことに文章がうますぎるつまり俗に通じる世界が希薄なのであるだがこれからは日本も変わるケチな日本精神でなしに世界の中の日本に生まれ育つには花田清輝などが埋もれているようでは話にならない